ここは。お前は誰だ。夢か。おはようございます。君誰。僕カンタ。お仕事依頼したいんだけど。お仕事。ヒロ君、また泊まり。仕事が遅いんだよ。ちゃんと帰りなさいよ、風邪ひくよ。すいません。おっと、あれ誰この子。カンタ君っていうらしいんですけど。イージスの皆さん、僕モコを探してほしいんだ。モコ。モコって誰。モコです。これ犬猫。毛の生えたまんじゅうじゃねえのか。ごめんね、うちはペット探しはやってないの。お母さんに頼んで専門の業者さんに探してもらったらね。モコはただのペットじゃない、僕の親友なんだ。僕学校帰りに橋の下でモコを見つけて仲良くなって、僕の考えてることはモコに分かるし、モコの考えも僕に分かるんだ。ちびすけくんくんぱ、いいぞちびすけ。その依頼僕がやります。はあ、お前何勝手に決めてんだよ。社長の話聞いてなかったの。ヒロ君、先週の報告書まだじゃないの。調査の仕事が山積みなのよ。それどころじゃないでしょ。うるさいうるさいうるさい。モコはその子のかけがえのない友達なんだ。人間なろうとなかろうと友達なら探してやるのが僕たちの仕事じゃねえのか。うるさいうるさいうるさい。怒鳴ることないじゃないの。どうしたの。冷静になるんだ、タイガー。同じだ、あの時のタイガーと。お兄さん、大丈夫。すいません、この仕事だけはやらせてください。カンタ君行こう。待てよ、ひろゆき。この地球に宇宙人が密かに暮らしていることはあまり知られていない。これはそんな星で出会った若者たちの奇跡の物語である。自分をもう結構始めよう。一度コミュニケーション、行き先冗談で決めて、進化の道が見えたら踏み出すだけさ。 Here we go ダイダー、あの彗星みたいな光放ってゴーゴーゴーバディゴー、走り続けよう。ウルトラマンダイヤ、その胸に宿したやる気本気モコは
いつも僕の話し相手になってくれた。寂しい時や人生に疲れた時。人生に疲れたって君いくつだよ。子供だって疲れるんだよお兄さん。今もうこの声が聞こえたような気がした。え、何も聞こえないけど。僕はあっちにいる。ちょっとカンタ君待って。ひろゆき一体どうしたんだ。あんなひろくん見たことない。ガイジ X 課からまたなんか来た。この忙しい時に一体何？宇宙生物の目撃情報だって。え、出まーす。これはお兄さん早くこっちこっち。ちょっと待ってよカンタ君。この上にモコがいる。助けてくれって叫んでる。ここは隠れて。ランギルドか。君はここで待ってて。すいません。なんだここは。この子たちは。僕がいた。モコ。カンタ君、入ってきちゃダメだろ。だってモコが。今出してやるからな。モコ。静かに。騒いじゃダメだ。大丈夫だからな。今出してやるぞ。モコ。騒いでない。騒いでない。騒ぐなって言ってるだろ。うるさい、止まれ。お兄さん、お前僕は勘太君逃げて。私のラボへようこそ。地球人諸君、私はチブル星人マブゼ、宇宙最高の頭脳の持ち主だ。この施設は一体。ここは新たな生命の形を生み出す工場だ。 DNA の配列を変えてより強く、より賢く、より美しい究極の怪獣を作り出す。私は生命創造という神にしかできない偉大な所業を。うるさい。今かっこいいこと言ってるとこなのに。危ない、やめろ。大丈夫か。お前のやってることは生命の冒涜だ。科学者の思考は倫理や道徳から離れて自由であるべきだ。最近私はオークションであるものを手に入れてね。あるもの。ゴモラの遺伝子、レッドキングの遺伝子、ベリアルの遺伝子。実験は最終段階に突入している。今邪魔されては困るんだよ。チブロイド連れて行け。おい待て。離せよカンタ君。お前先輩。イージス射速第2条、
依頼された仕事を最後までやり抜け。はい。怪獣の指輪を使え。カモン。ギガデロスリングエンゲージ。この指輪は分身能力か。
最高だぜ。泣いてるよ。怪獣が痛い痛いって泣いてる。え？モコが怪獣をいじめないでって。やめろタイガ、もうやめるんだ。オラムストリーム。俺は何をしてるんだ。トレキア、お疲れ様でした。おや、どうしました？どこか具合でも悪いのか。うるせえ。ちょっと心配だね。余計なお世話だ。ヒロユキ、指輪だ。もっと指輪の力を。待てタイガ、何かおかしい。ヘルベロスリングエンゲージ。ヘルスラッシュ。やったか。いってえな。ありがとう。今のでゴールに達したよ。何？逃げろ、ヒルキ！ダイガしてるの？何の代償もなく指輪を使えると思ったのか？何？使えば使うほど君の魂は闇に落ちていく仕掛けさ。ご利用は計画的に。この野郎！そうだ、もっと怒れ、残忍になれ。そうすれば君は私になる。タイガー！落ち着けタイガー！怒りに飲まれるんじゃない！僕の声を聞いてくれタイガー！これまで一緒に頑張ってきたじゃないか。戻ってきてくれ。君と僕との絆は。絆。二言目には絆うるさいんだよ。地球人風情に何ができる。聞こえるかナンバーシックス。闇がお前の息子を蝕んでいる。ウルトラマン太郎の息子を。
俺はダイガだ。じゃあ指輪は返してもらうね、ご苦労さん。昨日までのタイガは死んだ。新しいタイガの誕生だ。もう君は地球人がいなくても変身できる。新しい相棒は闇のエネルギーというわけだ。君と僕とでバディ行こう。光が消えてゆく。たとえ雲が覆ったとしても、その向こうで太陽は輝いている。え、僕じゃない、モコがそう言ってるんだ。太陽はいつも輝いている。行こう、モコは危険だ。エルキ行くぞ。いい子だ、それでいい。タイガー、今見上げてる輝きたちは何光年の遥か旅をしてきた。暗闇を越えたどり着いたんだ。届けたいメッセージ、一つずつ握りしめて君と出会ったから、一つの光。奴が闇に取り込まれちまった。トレギアム、何重にも罠を張り巡らせていたようだな。このままじゃ終われねえ。そうだろタイガー。ヒロユキと私たちが目を覚まさせてやるぞ。次回ウルトラマンタイガ、我らは一つ。ウルトラマンタイガトライストリウム。